私も申し込みしてました。ねえ、ありがとう。食べたね、むさバレた。実はその鳴き声俺です。マジか。家近。唇ブルブル。 YSL です。まあね、近いよね。あった。 YSL 話し会初めてなので恥ずかしく1回しか申し込めなかった。そうなの。まあでもまだあるので。ね、後からやっぱりもうちょっとできると思うので、話し会ちゃんと行きます。あ、待ってるよ。なあ、高原さん、デブニアさん、セリアさん、トシヤさん、修造さん、坪井祐介さん、長谷川さん、ラスカルさん、ツーモさん、リョウスケさん、デブニアさん、ありがとう。10月いっぱい買ったので12月申し込みました。ありがとう。ほんま。YSL のロゴ考えてる点数だと、ほんと ポポンさん、ありがとう。こんばんは。ね、話せる予定。お、大助丸さん、いきます。大助丸さん、お誕生日おめでとう。よよいしょ。大助丸さん、おめでとう。おめでとうございます。おめでたい助丸さん、おめでとう。いや、今日大変なんですよ。今日朝月見バーガー食べて、お昼はスターバックスさんでパンプキンスパイスラテと根菜サラダラップを食べて、夜はコンビニの700何キロカロリーあるお弁当とかを食べてしまって、今日は多分3日分ぐらいのカロリーを摂取した1日で。パンプキンラテを飲んで、その後はファミマさんのさつまいもラテも飲んだ。すごい。明日は控えるの？ねえ、控えなきゃ、控えなきゃって思ったよ。あんまパンプキンの味ね、分からんかった。丸い。
くなった？こんばんは。スカパラダさん、DD マサさん、ホジェさん、マサさん、ありがとう。まあでもせっかく食べたからさ、群馬の抹茶さん、ありがとう。食べた時はなんか罪悪感を持って食べるよりね、ふーって満喫しながら食べた方がいいと思うから、罪悪感は持たないように頑張ります。じゅんさん、ありがとう。エブニアさん、ありがとう。髪の毛伸びた、本当？罪悪感もスパイス。いいじゃないか、幸せならば。こんばんは。いいじゃないか、幸せならば。食べるのが一番幸せ。人生に以下しか食べんけど、1900リバース。まあまあまあ。1900が理想。無縁。でも夜だけで、夜ご飯だけで800、900ぐらい食べちゃった。絶対バーガーも高いよね、カロリー。なんちゃんさん、ありがとう。そうだよ。うん。じゃあ2日分、1.5日分ぐらい食べたのかな。筋トレしてないんだ最近。最近めっちゃ疲れちゃって、まあ、話から持ち込んできました、ありがとう。カラオケで消費カロリー出るけど、あれ本当に消費してるのかしら。わかる。あんな歌っただけであんなに消費してたらね、そんな楽なことないって思うよね。今での着圧でも変わると思う。のオーディションでダイエットしてるって嘘ついたでしょ、みつさん。いける。最近作れるの分かるね。長崎県民さん、残宅さん、ありがとう。なんでなんじゃろ。頑張ってるのかな。やらしてるか、隙間でも伸ばすの。うん、かんないな。でも罰かな。最近アールグレイよね、アールグレイティーにハマってるんですけど、最近コンビニにもよくあるぐらい売っててね。
今日はね、ファミリーマートさんのね飲んだんですけど、すごかった、美味しかった。でもね、セブンイレブンさんのがね無糖なんだけど甘くて飲みやすかったですね。ファミマさんもこれ多分無糖なんだと思う。結構ファミマさんの方がね渋い味してる、まんまのアフタヌーンティー監修らしいから香りめっちゃいいんですけど、飲みやすさで言ったらセブンイレブンさんの方が。そうなのに甘くてびっくりした。こっころさん今日の誕生日、出道が埋めてくれた、話し会取りました、ねえありがとう、おめでとうございます。こっこそうそうそう、とくちゃんはジャスミン派です。私もよく飲む、それ本当にさ脂肪燃焼手伝ってくれてるのかな、あれって。アールグレイの香りの香水もあるよね。紅茶の香りの香水いいよね。こんばんは、紅茶大好き。そうそう、超ゆうすけさん、中原さん、ありがとう。長谷川さん、ありがとう。おうーん、確かに金木犀の香り、金木犀の香りめっちゃ好きなのにさ、本物をなんか1週間ぐらいしか感じられないからさ寂しいよね。金木星ドゥ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 、僕たちはうん、今日ちょうどお店で金木星の香水見てみちゃおうまいです。本当？どこだろう、ロクスタン？あら、金木犀が発生しない地域、マジンガー Z、 そうなんだ。今までで一番うわ本当に金木犀だなって思ったのはマイココロンの金木犀かな。ロクシタンいい匂いなんだ、まあ、ロクシタンが良くない匂いな、あれも想像もつけれないですけど気になるな。金木犀ってどんな香りでしたっけ。なんか甘い、なんて言ったらいいのか分からん。でもフローラノーティスっていうジルスチュアートの姉妹店さんみたいなやつも
すごくいい金木犀の香りがするの。ほんまに金、なんか金木犀とラベンダーはちゃんとね、いろんな匂いがあるけん、あのリアルを求める。そう、金木犀とラベンダー、ラベンダーはね、ユースキンのハンドクリームとか、ハンドクリームつけるユースキンのクリームのラベンダーの匂いは結構ラベンダーで好きだった。あとはあれなんだっけ、なんかファブリーズみたいなやつの自然なやつ。それでは壇上を見ます。13位キミさん、12位アモズさん、11位ツボユースケさん、10位クワクさん、9位ブルーさん、8位ギルスさん、7位レビニアさん、6位セリアさん、5位長谷川さん、4位長原さん、3位マサさん、2位のんちゃんさん、そして1位はルルルルンジちゃん、スーモさんでした。ありがとう。次のラッキーナンバー22位はルルルルルンジちゃん、エミケンさん、ありがとうございます。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとうロバイチラプラスミッチ、また明日、ありがとうございました。バイバイ、ありがとう。